レッツドボリン。ビセブラって何だろうって考えてた。あなたが知ってそうで意外と知らない流行を掘って掘って掘り下げる、その名も流行深掘りバラエティ深掘り。この番組はグリーの提供でお送りします。いけるいけるいける、これめっちゃいいわ。今週も始まりましたクイズバラエティ深掘り、はい、今回に限り何も考えてませんでした。なんだよ、毎回楽しみにしてんだから。イエーイ焼きそばん。そばチームのゲストは先週に引き続き味噌のさん。うちの子ももう横がさ、もうサメみたいになっちゃってるんだよ。ねえ、セーフなの。でも見えてる、なんかいいのいいの、ミセブラだから。すると、うどんチームのゲスト、セクシーアイドル佐々木心音さんも。見せていいなら言ってくださいよ。ねえ、いや、見せていいわけじゃない。え、ちょ、見せてもらえませんか。ダメ、それは映画とか絡んでましたもんね、全部。そうそうそう、全部絡んでました。あーって、すげえ嫌な顔されてる。感じてらっしゃったやつ。感じてない。ちゃまたま、たまたま、じゃあ、番組じゃない。ちゃまたま、ちゃまたま。いや、いいけど、なんでピンポンピンじゃねえよ。味噌の全然セクシーじゃない。どこなの、どこですか。レコード、あ、ちょっとアンティークショップ、あら、レコードショップ、レコード屋さん、おしゃれ。大吉さん、レコードとか聞くのかな。大吉さん、大吉さん来てますよ。本番本番、大吉さん、皆さんこんばんは。司会の下田大吉です。もっと早いよな。チュイース。チュイースって何。チュイース。さあ、ということで私今週はここ吉祥寺にありますレコード屋さん、ココナッツディスクさんにお邪魔しております。こちらのお店、なんとですね、従業員の方が音楽つながりで知り合ったバンドさんや、直接売り込みに来られたバンドさんの曲など、インディーズのレコードや CD カセットなども置いてあるお店ということで、マニアにはたまらないお店となっております。今日はね、だからリクエストあったらね、あの紙に書いて、いや古いよ、まなみちゃんに渡してください。タイミング合えばかけますんでね。大吉さん、進行していただきたいです。進行。さあ、私いろいろ曲を選んでますので、その間、皆さんはいつもの通りまなみちゃんからのお知らせです。クイズに正解し勝利すると、フカボリン特製金のスコップを贈呈。これを5つ集めると、こちらのプラチナスコップがもらえます。九州が生んだ大スター、博多華丸大吉。残りね、今年もわずかということで、そうだ、また新しい年を迎えるということで、ですよね、また一つ年を取るわけですよ。まあそうなりますよ、ねえ、やっぱそう考えるとね、やっぱ若がりたいですな、学生時代に。え、いつぐらいに。まあ中学ぐらいがいいんじゃないですか。中学いやん、なんでだって。俺中学の時あだ名捕虜って呼ばれてた。それお前だから。お前のことだけやろ。チャンネルが違って、すいません、本当に。いやいや、もうね、学校戻りたいっつっても勉強がややこしいでしょ、はい、だって勉強はもう本文ですから。それ大人だって思うんやけど、はい、中学高校で習ったことって大人になって実社会で使わんことばっかりやん。どういうことです。なんなん、例えばあの科学とかで無理やり覚えさせられたでしょ、はい、水素と酸素を足すと水になります。あったあった。そんなもん蛇口ひねれば出るやん。いや、そりゃそうだ。なんであんなに無理やり覚えさせるの。まあひねた中学生ですな。いやいやいや、数学でもあれですよ、はい、例えばあの図形の問題中のこの四角の透明な箱が出てくる問題、はい、皆さん覚えてます。あったね。なんか知らんけどさ、問題解く前にこの四角いのがまず最初斜めにこうまず切ったの、こう変にさ、問4ぐらいにあった。それなあ、絶対もらえる。違う違う、問題解く前にさ、実社会でこの四角いのは何ですかと。何ですかと。例えばこれお豆腐だとしましょう。こんなん切る。いやいやいや、なんなのこの斜めに。それあんた冷ややこやって、ネギのしたらネギがボロッと落ちるから。まあまあ角度ついてるから。鰹節が何ショットですかあんた。多少水分でへばりついてますよ。私の気持ちは端折っていいですか。いや、そうなりますか。聞くことないんですよ、はい、それ勝手に来て無茶な要求してくるやろ。この時の断面図の面積を求めよ、うん、偉そうに求めよ、うん、なんであんなエコですよ。僕一番エコしいのは物理。物理とか難しいよ。重力加速度の問題ですか。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄球を落とします。危ない。落下速度求める前にベランダからあんた何ショートないっつよ。やかましいよ、これだけ。ねえ、そういう
ういう理系の先生って暗い方が多かったでしょ。だから授業も頭に入らんかったっちゅうのもあるよね。まあ、確かにイメージ的に理系の先生は、ね、まあ、陰気な先生が多いってイメージ。だからもっと明るい先生やったら俺も人生変わってたかもしれないなと思うね。先生のせいですか。まあ結局はそうかもしれませんよ。じゃあ先生がテンションが高ければあなたの身になってた。いやもちろんなってたと思いますよ。じゃあ例えば、はい、カビラ J さんが物理の先生ならば、あなたの身に。いやいや、もちろんそれはなってたと思いますけど、カビラさんサッカー以外でも大丈夫なんですよ。じゃあぜひちょっと物理の授業お願いしますよ。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄橋落としてもいいんですか。いいんです。5階の上から中村俊介、下にはトゥーリオだ。うわ、松木さん。誰が松木さん。いやー、ねえ、もう勝った鶴瓶さんがナンバーショットです。我々九州だから。今の小学生ぐらい日本のものすごく体力がないらしいですな。平均睡眠時間短くなって年々、ね、だからやっぱこの僕らの時代とは違って眠たくても寝られない、だから寝らない子供たち、言うのは簡単だけど週末なんかね、小さなお子さん寝ろせもなかなか寝らんのよ、はいはい、あんたちゃんとできんの。じゃあそらそら親が工夫しながら寝かせばいいですから。おお、どんなようになるとやってみんなさ、これ眠れない子供なんで、お父さん、お父さんね、でもせっかくなんで博多のお父さんで、博多のお父さん、もちろん我々これしかできませんから、ツッコミないですけど、ね、やりましょうやりましょう、上手に寝かせて、はいはい、お父さん土下したてや、うん、なまったね。違う、後で僕ね、明日早くしないかんのにさ、全然眠くない。眠らないと目つぶっても眠れんのよ。どうしたら眠れる。よし、ならもう一杯行こう。いや、酒は飲まれんよ。なんでアルコールで潰そうとするんだよ。なん車や。は今日お前車か、お前。なんで俺あんたの義理の息子みたいな立ち位置。小学生ぐらいやろ、会話の流れ上。小学生まだビール早い。飲めるわけなかろうもん。よし、お父さんね、久しぶりに枕元でね、絵本を読んで。好きよ絵本とか。なんでや。いや昔は好きやったけど、今もタイトル聞いたら話が頭に浮かぶけど。学校並んだった。もう読んだよとっくに。じゃあちょっとお父さんアレンジを加えて。昔々と言いながら現代風に。もともとある話をお父さんバージョンでお送りしようよ。そんなんできる。ああ、できる。じゃあそれ来たら頑張って寝るよ。じゃあ何やってくれる。じゃあ3匹の子豚は。有名、俺その話覚えとるよ。じゃあそれお父さんスペシャルで。ちゃんとアレンジしてよ。はい、じゃあ布団にあります。おやすみなさい。はい、おやすみ。3匹の子豚たちはそれぞれ家を建てることをしました。一番上のお兄さんわらで、二番目のお兄さん材木で。そして末っ子の弟はなんとレンガで家を建てることをしました。奈落さん、3時にセメント会社来ます。それまで基礎工事だけ終わらせてきます。3時までね。おいアルバイト、お前たちは休憩っていつまでタバコも吸うとこからバカチンが。早くその一輪車にレンガ積んでこっち持ってきなさい。現場監督どうさてや、市役所の人が来ておりますもん。何の話。違うってね。なんで博多の工務店が受けよっと。その方がはかどるでしょ。違う違う、小豚さんが作らない意味ないやん。小豚さんには無理と思うぜ、建設業は。じゃあ話変えてよ、うん、ほら枕元で工務店が怒鳴り寄ったら眠れるわけないやん。違うのにしよう、違うのに。浦島太郎あたり有名ですよ、最初から最後まで全部覚えてますよ。じゃあお父さんも早めのアレンジ頼みますよ。じゃあ布団にあります、休みなさい。ね、浦島太郎さんは、うん、助けた仮面連れられて竜宮城へと案内されております、うん、一方その頃竜宮城では、うん、奈落さん、3時に浦島さんの団体が到着いたします。それまで宴会の準備だけお願いします。宴会の準備。あら、ちょっと佐々木さん、小鉢が並んどらんですばい。はあ、あんた割り箸とポン酢だけ並べてな、偉そうにお茶やら飲んで、あんな仕事ですか。あんたちょっともう枝豆か冷ややこでいけずらっと手先の上に並べて、支配人土佐でや酒屋さんがですね、焼酎は麦焼酎しか持ってきとらんです。誰なんだよ。いや芋焼酎がまとこんでますよ。いつまでやりよんのね。なんでさっきから全部博多弁でキャッキャッキャッキャやりよんの。だってお父さん博多のお父さんですか、ね、いいえ、かもしれん。昔話のパートは普通標準語やろ。あともう一 個音量がおかしいって、うん、ボリュームもちょっとおかしくなってますよ、うんうん、だから博多弁だからエキサイトするから、はいはい、標準語でさ、もうちょっと優しく穏やかにボリューム下げていただかないと。はよ寝らねえかの時間なんやけん、はい、じゃあ何やってくれんの。オーソドックス桃太郎になりますね、これだけの条件を満たすのは。なんで急に不動産屋の受け答えなんかわからんの。いいですよ、ご了承いたします。とにかくもう博多弁やめてよ。優しく穏やかに、ボリューム下げよ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 、うん、昔々、そうそんな感じですね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがお住まいになられていたそうです。
赤の席にお座りのおじいさんは山で芝刈りを営んでいらっしゃる。緑の席は川で洗濯が得意だというおばあさん、そのおばあさん川で洗濯中、川上の方から大きな大きな桃かくとく、その桃自宅へ持ち帰る、包丁で真っ二つ、中から玉のような赤ん坊、さてその人物の名は緑、桃太郎、その通り。いいでしょう。